公園の位置アーカディア国立公園はメイン州の大西洋沖のマウントデザート島と周囲の小さな島々の多くを保護している。その地域には山、海岸線、森林、湖がある。マウントデザート島に加え、公園はマウントデザート島の南西の小島エルオ,オの大部分、近くのベーカー島の一部からなる。本土のスクリューディック半島の一部も公園の一部である。 全体でアーカディア国立公園は3300エーカーのマウントデザート島2728エーカーのアイルを2266エーカーのスクーディック半島からなる。日本語ではアカディア国立公園、アケイディア国立公園、アケイディア国立公園と表記されることも多い。公園を訪れる人は年間208万3588人に上る。 バ号とートバーハーバーの近くにあるアーカディア国立公園1916年7月8日公園はウッドロー・ウィルソン大統領によってモン教国立モニュメントとして設立され国立公園局の管理下に置かれた1919年2月26日影響力のあるアメリカ独立革命へのフランス人支持者であるラファイエット公爵に敬意を表して ラファイエット国立公園という名の国立公園となった。1929年1月19日、公園名はアーカディア国立公園に変更された。1915年から1933年の間、裕福な事前家、ジョン・ロック・フェラー2世は公園中の大規模な道路網の建設について資金の調達、設計、監督を行った。道路網は、 50マイルを超える砂利を敷いた、車道、17の三影石の橋、2つの入り口のロッジを含み、それらのほとんどすべてが未だにメンテナンスされ今日も使用されている。1947年10月17日、アーカディア国立公園の1万エーカーが、今度のクランベリーの湿地帯で起こった火事によって焼けた。その山火事は、滑水年の結果、 メイン州の森林の多くを飲み込んだ一連の火事の一つであった。火事は数日間にわたって続き、園外警備隊、陸軍、海軍、地域住民、国中の国立公園局の職員が消火に当たった。公園の復旧はロックフェラー家、とりわけジョン・ロックフェラー2世に多大な支援を受けた。再生はほとんど自然に起き、火事は木々の多様性を高め、 風景に深みを与えることにより、公園の美を実際は強化したと言われている。アーカディア国立公園はニューイングランド地方唯一の国立公園である。バーハーバーの街は島の北東隅に位置する。フィオルドのサムズイリエの西側にあるサウスウエストハーバーはボート作りと釣りでよく知られ、マウントデザート島で通年の人口は最大である。ノースイーストハーバーは その美しいプライベート、コテージによって知られるが、小さい街の雰囲気を保っている。キャディラックさんは、デトロイトを見つけた同名のフランス人探検家に、ちなんで名付けられたが、島の東側にあり、そのピンクの花崗岩の頂上は米国で最初に、日の出が見られる場所の一つであるため、有名な観光地となっている。何マイルにもわたる景色の良い車道は、もともとは、ジョン・ロック・フェラー2世によって、 木々と土地の外観に、多大なな配慮がさされれたた。上で建設されたアーカディア国立公園の山々は、ハイカーや自転車に乗る人に海、島の湖、松の森の眺めで楽しませてくれる。アーカディア国立公園は、主としてメイン州の沖の大西洋に浮かぶマウントデザート島に、あるが、アイルオーとスクーディック半島の一部も含んでいる。アーカディア国立公園の地質は主に花崗岩で、 強調されており、花崗岩が高い標高と険しい尾根を生み出している。公園は、約40の異なる野生哺乳動物種の故郷である。これには、アカリス、ハイイロリス、シマリス、オジロジガ、ムース、ビーバー、ヤマアラシ、マスクラット、キツネ、コヨーテ、ボブキャット、クロクマが含まれる。島にはかつて、マウンテンライオンやオオカミも住んでいた。これらの捕食者は、 小さな獲物の劇的な現象と人間の活動への近さゆえに、この地を離れることを強いられたと考えられている。多くの他の海の動物が周辺の地域、海域で観察されている。ありがとうございます。